あ、はい、準備の方はね、できたようなので、和太鼓さん、小雪さんの方に演舞をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、筑西よさこい祭り開催おめでとうございます。皆さんこんにちは、和太鼓小雪と言います。筑西市を拠点に活動している和太鼓グループでございます。今日は、何曲か用意してきましたけども、よさこいさん本当にパワーあふれる演舞、見させてもらいましたけど、まあ、負けないようにですね、和太鼓の響きを、聞いていただきたいと思います。じゃあ1曲目、海のお囃子という曲をやります。ここ筑西には海ないんですけど、海、こう船がね出るところ、こう無事を祈ってみんなでこう見送る、そんな曲なんでございます。じゃあ海のお囃子よろしくお願いします。
ほど演奏した曲は海の林、通称海林という演奏でございます。続きまして、あと何曲か、地元の曲などなど演奏させていただくような格好でございます。で次にですね、演奏する曲は獅子舞になります。まあ、獅子頭を持って、勇壮に、演舞するわけでございますが、この獅子っていうのはですね、空想の生き物とされておりますが、まるで本物を見たかのような演舞を披露できればと思っております。でこちらですね、天神、まあ、頭をカミカミしてもらえると、幸せが訪れると言われておりますので、途中、雨組みをする時間を設けますので、その際にはぜひお越し、テントの方にお越しいただければ、雨組みをしたいと思います。それでは、準備もできましたので獅子舞お届けいきます。よろしくお願いします。
舞でした。獅子舞の紹介の時に話すって言ってた ことなんですけどね、あの獅子結構重いんですよ。重いんですよ。16キログラムです。獅子ありがとうございます。拍手ありがとうございます、ね、言うって言ってたのに言わないからちょっと、ね、俺が滑ったみたいな、すいません滑りましたけど。さあ次は、下館、ここ下館なんですけどね、下館に伝わるお囃子をちょっとやろうと思います。下館ではですね、お祭りがありまして、7月の最終木金土日って言って、あの羽黒神社でお祭りがあります。大きいおみこしが出まして、担ぐみこしとしては日本一の大きさ、平成のみこしっていうのと、明治時代から伝わる明治のみこし、そして玉より姫みこしっていう、あの女性で担ぐみこしがあります。その他各町内からこうたくさんのおみこしが出て、盛大なお祭りがあるんですけども、そこで演奏されるお囃子でございます。祇園囃子っていう曲、長い曲なんでちょっと短く、それから寄せ太鼓三切りって言われる曲、2曲続けて演奏します。でその後、そこからまたつないで天地という曲やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
天地っていう曲をやりました。祇園囃子と寄せ太鼓、天地って3曲続けてやりました。ね、祇園囃子っていう曲はゆっくりとしたメロディーで、だいたいこの下館じゃないところでやるとお客さんがゼロになるっていう。さすがここはね、筑西見てくれるお客さんがいたんでありがとうございます。さあ最後の曲です。最後またガラッと雰囲気変えまして、里山神楽というちょっとワイワイガヤガヤな曲やりますので、微笑ましく手拍子などふんだんにしていただけたら嬉しいです。それでは最後の曲、里山神楽です。よろしくお願いします。